函館新聞から1週間の話題振り返っております。今週スタジオにお越しいただきました函館新聞社松宮一郎さんです。松宮さん、よろしくお願いします。はい、松宮です。よろしくお願いします。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。雪少ないですね今週は。そうですね、すごく走りやすいですね雪が少ないと。取材行くに、ね、はい、ね、お出かけということも多いですけども、すごく走りやすくて、まあ、このまま行ってもらいたいですそうですね。お仕事で言うと、はい、まあ、もちろんこう会社の中にいて、はい、ということもありますし、こう外に出てという、そうですね。割合どんな感じですか。だいたい半々ぐらいですね。あ、はい、会社にいること半分、はい、取材に出るところも半分で、だいたい半々で、なんで取材に出かけるときは車雪少ないのはすごく助かりますね、ちょっと出かけやすいかなというぐらいの、はい、そんな中ですけども、今週の函館新聞、1週間振り返っていきましょう。松宮さん、はい、じゃまずはどちらの話題いきましょうか。はい、一つ目の話題です。オール函館地酒完成、五稜の蔵と高専が共同開発という話題です。はい、函館五稜の蔵と函館高専が共同開発の工房で醸造した地酒の第一弾、五稜特別純米菜の花酵母が、完成し、五稜の蔵の併設のショップなどで発売されています。はい、五稜の蔵の漆崎社長ですね、蔵、米、酵母、デザインともオール函館産の地酒で我々の思いが実ったというふうに胸を張っています。はい、という話題ですね。はい、菜の花酵母がというのは、函館高専の小林教授らが市内に自生する菜の花から分離し、高専ラボで地酒醸造への応用の実験を進めてきて作ったものだということです。はい、で酒米は亀尾さんの銀風を使用して昨年11月から醸造に着手したということですね。うん、あとお酒のラベルのデザインも高専の学生がデザインしたものが採用されたということです。はあ、小林教授のコメントが載ってましてですね、はい、菜の花酵母で、醸造した待望の地酒ということで、長年の夢が実現した、たくさんの人に味わってもらいたいと話しています。はい、デザインもということですけども、この五稜と書かれた、はい、そうですね、デザイン、はい、これおしゃれ、すごいですね、大人っぽいというか。そうですね、ちょっと一度飲んでみたいなっていうのがね、あれですけど、ね、松宮さんお酒飲まれるんでしたっけ。あ、大好きです。大好きです。はい。そしたらこちらも行きたいですよね。そうですね。はい。最近ね、特に地酒だったり、はい、ワインだったり、ウイスキーだったり、うん、お酒の話題すごく多いですね。そうですね。はい、あともう、ね、地元に住んでる我々はもちろんですけども、はい、外から来る方も函館に行ったら何かお酒という、函館ならではのお酒というところで。そうですね。なんかぜひね、おすすめしたいところですよね。まずはこれは限定販売ということになりそうですね。はい、そうですね。はい、市内以外の特約店などで3000本限定販売だそうです。はい、オール函館の地酒完成ということですね。さて続いての話題です。はい、2つ目の話題です。大谷グラブに笑顔、函館の小学校に到着という話題です。はい、函館市内の小学校などで 15日に開かれた3学期の始業式に合わせて、米大リーグドジャースの大谷翔平選手から贈られたグローブが各校でお披露目されました。取材に行った高岡小学校では児童2人が早速キャッチボールを楽しんだということです。はい、これグローブが市内や近隣の市長に到着したという話題は前回こちらでも触れたんですけれども、はい、今回は児童にお披露目されたということですね。でグローブは右利き用2個と左利き用1個、全国の小学校に贈られ、大谷選手のサインプリント入りだそうです。はい、で大谷選手のメッセージも同封されていたということで、うん、
次の世代に夢を与え勇気づけるシンボルとなることを望んでいます。野球しようぜというメッセージだったということですね。で、高岡小学校ではキャッチボール使ったグローブを使った、児童が待ちに待ったグローブが届いて興奮していますというふうにコメントしていますね。で、高岡小学校の方ではグローブは体育の授業に、活用するほか、休み時間に各クラスに割り当てるなどして、なるべく多くの児童に触れてもらいたいということですね。いや、先週も少し触れたんですけども、はい、いや本当にちゃんと函館の学校にも届いてということで嬉しいですよね。そうですね、すごくね楽しそうというか、はい、いい笑顔のグローブを持った、うん、写真が一緒に掲載されていますので。そうですね、はい、おそらく最初に手にする子たちっていうのは多分野球経験があってとか、うんうん、少年野球やってるような子が、はい、でしょうけども、これからもう本当に野球全く知らないような子も触って、うん、野球人口増えていって、そうですね、野球始めるきっかけになりますよね、そうですよね、いやすごく夢のある話題で、はい、大谷選手のグローブ、はい、笑顔ということで函館の小学校にも到着しています、はい。続いての話題です。はい、次の話題はですね、五稜郭病院 DMAT 初出動、能登半島地震の話題です。はい、能登半島地震の被災地支援のため函館五稜郭病院の災害派遣医療チーム、通称 DMAT ですね、うん、が16日に石川県に出発しました。五稜郭病院のチームにとって初の出動で、メンバーは緊張した面持ちで被災地に向かいました。現地では、DMAT の活動拠点本部の指揮下に入って治療や診察、輸送などの活動に従事するそうです。はい、ですね、DMAT を災害派遣医療チームというんですけれども、はい、道内で37の、指定医療機関がありまして、うん、五稜郭病院は22年、おととしですねの5月に指定を受けて今回が初めての活動になるということです。はい、で今回派遣されたのは医師1人、看護師2人、業務調整員として2人という内訳ですね。はい、で院長らから、激励を受けて出発しました。でチームリーダーのですね江浜さんという方なんですけれども、少しでも被災者の役に立てるように自分たちのできる範囲で活動したいと意気込みを語りました。と予定では、20日までということなんで明日までですね活動、現地で活動するそうです。で一方ですね、こちら、今まで五稜郭病院のお話だったんですけれども、9日に出発した私立函館病院の DMAT は中心地に函館の方に戻ってきました。はい、函館病院の、DMAT は5人は、中心地現地での活動を函館に戻りました。能登町の能登町役場を拠点に連絡調整などを担当したということです。こちらもですね私立函館病院の方 DMAT の方も医師1人、看護師2人、業務調整員2人の計5人で、はい、9日に出発して11日から15日に活動したそうです。うん、戻ってきた、チームリーダーの、竹山さんという方なんですけれども、現地は道路の状況が悪くて断水も続いている、避難所は衛生環境の悪化でコロナやインフルエンザの感染が発生し、患者を、金沢市まで運ばなければならない状況だったということですね。うん、被災地は大変な状況だったというふうにおっしゃってました。そうですか。はい、いや映像で見る、はい、テレビですね主には、はい、ですけどもこの大変な状況というのは見えてますけども、はい、その実際にこの避難所の状況、はいね、中の方までって我々、実はあんまり知らないかもしれませんね。ですね、断水がやっぱり地震発生直後から長期化してまして、はい、避難所では水洗トイレが使えない状況だったって竹山さんおっしゃってましたね。あ、すごく支援の方も大変だったというふうに
お聞きしました。はい、いやそうですよね。ですからこの冬の間ですし、はい、寒さっていうのももちろんある中 で、いやそして実際にこうあのコロナインフルエンザも、はい、函館でももちろん流行りましたし、そうですよね、こうなっちゃいますよね。そうですね、やっぱりあのお水使えないことであの手洗えなかったり、うん、あの衛生環境すごく悪化しているというふうにおっしゃってましたね。いやこれやっぱりこう現場ならではのお話といいますか、はい、で他 の、 あのメンバーの方がおっしゃってたのは、もし函館道南で起こったら常に考えることがあの重要で、準備をしておくあのことが必要、あの明日は我が身と意識することが重要と話すメンバーの声もありましたね。いやもうその通りですね、はい、いや本当お正月から驚きましたけども。いやそうですね、あの続々あの今回 DMAT のお話だったんですけれども、はい、あの他の病院 の、 あの医療従事者も今後行く予定になってますんで、うん、あのその都度あの取材したいなというふうに思ってます。実際に松宮さんお話をお伺いしてそうですね、あの私立函館病院の、帰ってこられた時もあの五稜郭病院の出発式の時もお伺いしました。はい、ということでこちら DMAT、はい、の話題でした、はい、さてそれでは週末もいろいろとイベントも行われますね。はい、20日、21日に、地域猫活動をしている日だまりという、団体があるんですけれども、はい、こちらがあの地域交流まちづくりセンターで初のイベントとなる地域猫マルシェを開きます、うん、函館市が作った制度なんですけれども、手術費用を助成する函館市の制度の説明や地域猫を写した写真パネルの展示などを通じて市民に地域猫活動の紹介をします、うん、というあのイベントが21日にあります、はい。あとですね、ここではですね、あの両日ともあの日だまりが保護した猫の譲渡会も行うということで、はい、あの会場に5匹ずつ連れてきてあの飼育希望者を募るということですね。とこちらの方は午前10時から、譲渡会の方ですね、午前10時から午後1時まで、あのイベント自体は、午前10時から午後4時まであのやっているということですね。地域猫ですね、はい、いやなんかね、一人でも多くのこう飼い主の方見つかればいいと。そうですね、はい、こちらが地域交流まちづくりセンターで明日明後日ですね、はい、はい、でもう一つですね、はい、こちらは、青森市のコーヒー文化を紹介する青い森の喫茶店、こちらが、函館伝え書店1階中央マルシェスペースで開かれています、はい、これ21日までですね、うん、と会場の方には椅子とテーブルもあって、コーヒーを楽しみながらのんびりくつろぐこともできます、うん、はい、で、青森のこれは初めての企画だそうで、はい、参加したのは青森で人気のカフェ2店と焼き菓子いやジャム、カレーパンを販売する店などあの計6店が参加して、コーヒー文化を青森のコーヒー文化を紹介しています、うん、はい、ぜひ青森の味を楽しんでほしいというふうにあのお店の方はおっしゃってましたね。いやこういったあの寒い時期というのは温かいコーヒーはいいですね、はい、そうですね、はい、あの取材に伺ったんですけれども、はい、すごく美味しいコーヒーでした。あ、そうですか、はい、ぜひこちらも足を運んでみてはいかがでしょうか、はい、スタジオにお越しいただきました函館新聞社松宮一郎さんでした。松宮さんどうもありがとうございました。すみません、ありがとうございました。